管理職ユニオン関西の中村です。久しぶりに、竹中平蔵さんが喋ってます。まあ、経済学者として成長と分配、まあ、逆に分配と成長と言うてるところもあるそうです。で、まあ、彼の結論は、まあ、経済ですから経済が成長しないと分配に回る、まあ、原資がないと、まあ、いうような理屈でしょうね。で、今いろんな意味で、成長というのと、まあ、国債を発行して今この中でいろいろね苦労されている方、失業した方とか中小企業で、倒産した方とか個人でいろいろ事業をやられている方で、なかなか経営がうまくいかない、まあ、いうところに保障するためにいろいろ国債発行しようやと、まあ、いう、まあ、カバーする面とですね、から成長という場合は、まあ、一定、お金をこう配って、要するに購買力ですね、人々が物を買えるようにそういう財源を作ろうという、まあ、そういう考え方もありますね。で、まあ、竹中平蔵さんが言ってるのは、まあ、あくまでも経済成長、要するに製造業とかいろいろ、今インターネットとかサービス業いろいろありますけども、それはその企業が一定利益を生み出して労働者なり人々に の給料が上がるとか、まあ、そういう形として物事を捉えてるんではないかと思う。まあ、それは今の資本主義の中でですね、要するに企業が儲からないと GDP とかそういう生産性が上がらないと、要するに、儲けた中からある部分を、まあ、賃金とかあるいは税金として払うわけですね。で、国がそれを保障したりするという仕組みになってるわけです。だから成長せんと分配はないという考え方に立たざるを得ない。まあ、私当面の問題としてそれは言って、今のコロナ禍でですね、国債に立つのは賛成してます。まあ、そうすべきだろうというふうに思ってますけども、別に経済が成長しなくても分配をいろいろ変えていくことはできます。非常に古い話でご存じないと思いますけど、今の中国は成長してますね。軍事力も成長してアメリカを匹敵してですね、要するに国民生総生産ではいずれ上回るんではないかとこういうふうに言われて、でそれは今その中国が貧富の格差はどんどん広がってますといういろんなね、新聞報道とかマスコミ報道とか情報を得られます。しかも私がいろいろ昔勉強したね、中国が中国共産党がまだ初期の頃ね、非常に貧しい時に要するに人のものを盗んではいけないとかで、食料を分けて、与えられていただく時は必ずお返しをしなあかんとか、そういう貧困の、今から言うと貧困やというふうに概念になりますけども、非常に平等であった、そういう時代をこう語りながら団結をしたというね、そういうのもあるわけです。これは決して、その等に戻るということではないですけども、要するに人々がいろいろなものを分かち合う、まあ、そういう考え方もあります。成長ゼロでもね、こういうふうにしていこうという政策があれば、それはそれでものの考え方として仕組みを作るという、そういう政策を打つことができます。例えば今の社会保障の仕組みでも、要するに教育の機会均等と仮に言えばですね、要するに行って高校ぐらいまでね、授業料をゼロにすればいいんです。で、大学でも勉強したい人は教育費はかからないという政策を打とうと思えばできるわけです。それは教育の機会均等を要するに裏付けとしてお金があるなしにかかわらずできる。それは分配の問題だと思います。税金をどこから取るかという問題ね。これは私はもうあるところから取る以外なんやから、儲けてるやつからはしこたま取ると、そんな儲けんでもいいじゃないかというような、ある意味では教育をね、金儲けてる人に関してはそんな金いらんと、
で子供に何歩か歩いても限度があればええやないかという、まあ、そういうような仕組み、分かち合いをするようなこととかをベースにしたね考え方でやれば教育の問題で、あと医療の問題ですね。別に死に転んで病気になるわけじゃないんで、医療に関してはかかろうがかかる前が病気に、ね、なろうがなる前がという意味ですけども、それも無料にすればそういう政策はほんまに打てるんであればね。今日本はまだ介護保険制度で負担額が上がって、今介護保険とかどんどん上がってますね。だからある意味ではあるところからしこたまちゃんと取って、そういう人々が平等に受けられる教育なり医療っていうのは大きいと思います。そういうのは費用はかからないようにするとかいうのは分配の問題になるんですよ。税金の使い方とか、あるいは集め方とかの政策になる。だから経済成長ないのは今のベースで考えますからね。現在のベースで今デフレ的やとかいろいろ言ってますね。 GDP があんまり上がらへん、インフレにもならへんとかいろいろ言ってますけども、それは要するに日本の企業が GDP を上げて国民総生産上げて給料も上がっていくとか購買力も増えると、そういうものの考え方が全てベースにありますから、そうじゃなくてもっと分かち合うとか、あるいは協力し合うとか、そういう物事の立て方で、まあ私から言ったら一回ね、ゼロ成長で、成長はないと、まあマイナスもありますからそういう点も考えなあかんかも分かりませんけど、そういう中で人々が分配あるいはどういう分かち合いをするかというものの考え方を立てたらどうかと。まあ竹中平蔵こんなことをよう考えへんと思うんですよ。この人は自分さえ良ければええというところもある人らしいんで、だからいろいろ政府のねお偉い方とつながったりしてしながら、まあこの人苦労せえんでしょう。金いろいろなところから入るような仕組みを自分で種をまいて作らはるわけですから、そうじゃなくてね、やっぱり分かち合うというところから、まあ教育とかできれば医療なんかはね平等に誰でも受けられるようにねというところでものを考えれば、まあ成長と分配とか分配と成長と言えなくて、平等になるという前提でできれば一度政策いろいろ経済政策で考えていただけないかなというふうに思ってます。ちょっと好き放題言いましたけども、まあそういう考え方を私は一度できれば皆さん方もしていただいたら、もうちょっとこういろいろ経済に対する考え方、政治のね選択の仕方も変わるんではないかというふうに思います。どうもありがとうございました。